ありがとうございました。え、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやだから今撮ったやん、はい、あ、まあそうですね、これから見ていただくわけで、はい、あ、そうですね。ね、ね、あの見どころなんかあったら。正直もっといっぱいジュニアとね、こういう機会ないからさ。めちゃめちゃ喋ったけど、そう、まだ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 ね。初めて会った時、初めて会った時どうやった？だからそれ俺、俺は NSC、俺も明確に覚えてる。初めて俺覚えてないかもしれんな。いやだからあれやろ、合同ネタ見せやろ。そう、うん、あー、ネタ見せで俺は8期生って A 組と B 組に分かれてたんだよね。で俺らが A 組、A、俺ら A で、ジュニアとかが B 組やったのよ。それで、そうやったっけ、うん、多分俺はでも入ってすぐぐらいだよね、うん、俺だから6月の途中で入ってるから。入ってるよな、そうやんな。それも覚えてるもん、政治がこう連れてきてるところの映像も鮮明に覚えてる。覚えてる、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 覚えてる。いやいや、一緒に来た。そう、政治がもともとね、違うやつとコンビ組んでたけど、そう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 、これが全然思わなかったの覚えてる俺絶対こいつら売れへんなと思ってほんで解散して、それがほんでジュニアを連れてきたのを俺未だに覚えてるもん。態度悪かったよな、ほんまに。さあ、でも俺はもうほんま15歳で子供でもう大人ばっかり、ここでなんかちょっとでも気に入ったら、うん、ほんまなんか行かれんじゃん。いや、わかるけど、それは今思ったな、まあ、なもうほんまもうガッチガチで守ってたね。その15歳と18歳、まあ22歳ぐらいまでの、うん、その差ってすごいやん。うん、まあその時のな、その時の年代のな、ちょっと真ん中から出てきてさ、一、はい、人でもうなんか精神状態としてもうほんまもうこんなやったと思う、うん、それが俺めちゃくちゃ怖くて、俺体から出てたの感じが、ちょっとなんかもう返事 もうしてるかしてへんぐらいの、その講師の先生の問いかけにも、うん、だって俺ずっと部屋におってんで、それ知らんかったから、人とも喋ったことない、うん、クラスでなんか人笑かしたこともない、うん、それこそお笑い見たこともない劇場なんて持ってのほか、うん、みたいな状態で行ってるから、うん、俺もう直感でこいつとは仲良くなれへんなって俺その時思ってん、俺ほんまに。でネタもネタ見せも千原兄弟して初めてネタも見たのよ、うんうん、これがめちゃくちゃシュールで、うん、正直笑いなかったわ、うん、でも異様な空気に な、うん、包まれたのその NSC の教室が。何やってたのかな。いやなんか占い師のネタあったかな、うん、なんか目がな目がないみたいな。だってそれ覚えてないろ。シュールっていう言葉もないじゃん。なかったあるし、俺はそれがそうやと思ってない。シュールは思ってない。笑いを知らんから。ああ、そうか。だからダウンタウンさんの漫才とかも、俺高速入ってからそれこそ A 先生にビデオ借りて初めて見た。はい、なるほど。だからもうほんまその醸し出す雰囲気。なんやこの暗いやつは。いやほんまそう、正直ほんまにこれ絶対売れるか思ったの俺。その時に藤原はなんか産婦人科のネタで、はいはいはい、あすみません赤ちゃん見えます、見えるかいみたいなのを、はいはいはい、原西がツッコミで、そう、そのツッコミがなんか俺笑い見たことないけどこの人間違いないなんだよ。めちゃくちゃおもろいやん。でもなんかステージに連れてこられて、うん、お前俺らこの世界で飯食うていくねんからって言われてるから、はいはいはい、なんか笑ったらあかんと思って、うわって肩揺らしながら奥歯噛んでった感じ。うん、俺覚えてるわそれも、うん、ジュニアの顔一瞬ネタ中にチラッと見たのよ。おめえよやった。めちゃくちゃ怖くて俺ほんまにもうこんなんやね、マジでグーなってね。なってるよね。殴りかかれるんちゃうか、殴りかかってこられるんちゃうか、俺ネタ中に、うんうん、俺はほんまにその芸人たるものまず明るくなかったらあかんみたいなとこ俺あるからさ、まあ、あるあるある。もう真逆なのよ。だからほんまに逆のタイプやから、うん、だから真逆やったな。そうだから自分の中でジュニアみたいなのを認めないみたいな、うん、認めてしまうと自分を否定することになるから。なんかああそうなんや。そうやね。俺はもうほんまもうゼロやから。うわなるほど、こういう風にジュニアとかそういう感じ。いやだ俺鮮明に覚えてたから。でもインパクトはめちゃくちゃあった。あったな。なあ。でももう藤原はもう群抜いて一番もうほんまこうなロケットスタートで行って、うん、でな俺15の時に入って、うんうん、
ちょっとして腹いった腹いったいって俺救急車で運ばれて、うん、あの結局まあ盲腸やってんけど、うん、入院すんねん、うん、入院してその時のなんかスポーツ新聞かなんかを売店で買ってパッて見たら藤原が載っててえ何それスポーツ新聞にああ覚えてるバイクにはいはい二人乗りして二人乗りしてあああった撮ったさっきまで一緒やった人がもう新聞載ってるやんどんだけどんだけ話されんねんっていうかあるげーって俺天王寺の病院でマジでいやそうやったんやあの記事見てたんや、うん、そう俺見てんやなんかでも竹若と一緒に住んでたやんそうそうそう刑事がねでそこにもよう来てたよな、うん、俺もう今でも覚えてるわあの遊びあんねん原西来いやって言われて行った竹若の日へ行ったほんなら4人ぐらいおって、うん、で1人覚えてるあの眼鏡かけた、うん、あの名前何やったっけ東もおってさみんな俺原西の見とけって言ってうんって言ってじゃんけんしようぜじゃんけんほーって東が負けたんや、うん、ほんなみんな抑えろってジュニアが言って、うん、ジュニア以外みんな東を手足押さえんねん、うん東のうん、ほんなジュニアがズボンバーってずらして、うん割り箸持ってきてパチンってやってチンコつまんでブリーンってやるのお前がほんで東が怒ってそんなことされるためにこの世界一段違うって言うてなんちゅう遊びしてんねんと思って俺ジュニアがジュニアなんちゅう遊びしてんねんこれと思って前はないですけどはいはいはい同期のな、うんうん、車で行ったよな、海に行った、そうや俺それ行ってないあ、配信ってない俺は行ってないセイジと、ジュニアと、俺と、前大輔うんナギいたかないたかな覚えて、日本海な行ったよな深夜の日本海なんかその話は俺何やったやろノリで、うん、大阪でな、あれナンバーでなんか行くみたいになって行ったな行ったシビックで、ワンダーシビックでワンダーシビックのみたいな3時間ぐらいかけてな3時間かけて、なんでかわからんけどぎゅうぎゅうでぎゅうぎゅうで、ほんまちょっと誰か一人もおろそうぜみたいなそうなって、ノリでちょっとスイジ、ちょっとうちのあんま行きな、あってうん、こういう子で見てやるなうんスイジ行ってくれてな行ってくれてなさすがでブルワーン行ってほんなやっぱあいつすごいなな缶コーヒー、シビックにフルで投げてあれやね、そりゃそうやねアルミ缶ちゃうねカッチカチのやつやで当時な怖かった、日本海のいや、まあ、真っ暗闇からいや、マジかそこに置いてかれようとしてんねんからそりゃやるやろ、そりゃそうか、いつ心からか、なんでそんな仲良くなったというのかあ、なんか、まあ、政治と竹山が住んでた部屋がまあまあ、こう、たまり場みたいななってた、なってた、だからちゃうかなそれもなんかノリでそうだったでそっから、もうほぼほぼ接点ない、接点ないへんのよほんまにでもそっからもすぐ天然素材ではい俺らバッとね、東京で行って、うん、ね竹若がもう荷物いっぱい持ってプレゼントや、ファンからのプレゼントはいすげーっつって、うん、あの、政治と俺が朝って食い物とかあったらまあ、どうせ賞味期限切れるしね、置いといてもねで、俺ら天然素材なくなって二丁目軍団でね、うんまあ、リーダー格みたいな感じでどん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 頭角を現していって俺らその時仕事ないから全くなかったもんそのイメージないなないのよもう悔しいて悔しいてほんまつらかったねでもまだ俺らがなんで東京行って、うんうん、ほんでまだこの二丁拳銃でやるんだよなそう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 なんかうまいことないそうそうやなピタッとこう一緒にやってる時期がないのよだ東京来てからやもんな、うん、番組とかで一緒になって、なるってなっなんのもな、うんうん、でもジュニアとかが東京進出した時やっぱりもう恥ずかしいねんけどもう絶対失敗したらええのにって俺思ってたもんねやっぱりやっぱ嫉妬で、こっちが仕事がないっていうのもあってあ、ね、なんかもうな、なあったもう、うん、もう妬むというのか妬みそねみがもうすっごい一番出てたわ絶対失敗して帰ってこいって俺思ったのよほんまにだからジュニアとちょっと飲みに行ったりするのも言うても最近っていう最近なのほんまにめちゃくちゃ仲ええよね2人あの楽屋のとかでも話してるとかでもそうずっと遊んでるよ2人で何やってんねんと思ってあの東大王のあのステージ終わるごとに楽屋的にたまり場みたいなところで行くんですけど前室ねジュニアがなんか
ちょっとコーヒー入れてくれ俺に言うのっていう、こんな感じ。なんでコーヒーお前入れなあかんねん、入れてあるけどなとか言うて、ずっと何杯も何杯もそれを飲むっていうノリが、なんなあのノリ何してんの仲ええよな、持つべきものは同期やでとか言うて何がおもろいな、あれ考えたら。俺やるけど一応けど、しょうもないこと好きやろな、やな正直、ま、それをもっとな、NSC の頃から出してくれたよ、いや、ほんまにね、もっと早い中に慣れてんで、ワーワー無理やと思うねんけどな、まあね、そうやね、30年になったわ10年、いや、ほんまに距離をね、まあまあまあ今埋めようとして、そう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 、これからこれからっていうの、そのコラボ動画、はい、そうですを見てもらうという、そうです、これから、ね、撮りましたけどね、もう撮ったんで長いな、オープニング ないええやん、別に、まあ、ええわ、そんなんええよ、別にこんな、いや、喋る気はないからさ、まあまあ、まあね、いろいろ子供の子供ね、でもこの間もな、うん、上で見たけど、かわいい2人連れて行ったの、仕事連れて行ったのよ、うんうん、テレビの収録あってね、その時にはなあ、うん、ただ、あれ、俺さ、考えたらさ、ジュニアの子供の顔も知らんし奥さんの顔も知らんねん。俺も知らんねん。え、俺ら二人、いや俺知らんで、だってそんな、だから俺も原西の奥さんの顔も知らんし、うん、原西の娘さんの顔も知らんやん。いやさ、一般の人やもん、だって。いやでもやっぱ同期やし、もう30年以上の付き合いで、ちょっと俺奥さんの、ちょっとそれええな。何同期の、うん、そのカメラとかそういうの一切なしの、うん、同期でなんかバーベキューとか、あ、いいと思うよ、俺は。いや、わー、なるほど、ああ、いいね、家族来れる人は、うん、それこそ7人誰連れてきたんやねんおい、それ過剰やったよ、過剰にもなるわ。今だから娘さん、俺だけ1人か、娘2人やんか、そこは。そこはな、それはもう分かってる。じゃみんな、そんなお前過剰やで、みんながお前のことばっかり考えてないや、そうかもしれない。7人も結婚したし、そうやな、いや、そうかもしれんけど、結婚した、うん、さっきちょっと俺、顔見たいのよね。じゃあ、ほんまや、ちょっと見してよ、もう最近、いや、奥さん嫁はんのもう、すっと見せんねや。お、いや、奥さんの顔って、奥さんの写真ないね、うん、え、ないってどういうこと。マジでない、子供ばっか、奥さんが撮った子供の写真とかばあふられてくる。いや、でも、奥さんと子供の2人、子供の2人は、奥さんも自分入らないとんねん。何してんねん、奥さんいや、マジで、ちょっと出てこいよ、奥さん。いや、さ、何しとんねん、ほんま。いや、マジで、子供はあるよね。こう、めちゃめちゃある、ね、あるよね、うん、いや、それ奥さん寂しいわ、言わへんだけでね、うん、私は待ち受けにしてほしいって奥さん思ってるかもしれない、そこを気づいてあげるって、お前は。ほんまに思ってる。俺が言うのもないけど俺が言うのもないけどな、うん、え、いくつやったっけ、娘さん。さ、娘ちゃん、息子か、その、七五三とかあるよ。いや、あ、それがあるわ、その写真。七五三のな、俺七五三とかそういうカチッとした写真より何か撮ったの。いや、撮りんちゃん、待って待って、じゃ待って待って、俺も見た、見ろやん、これマイクが終わりや。いや待って待って、あかんで、あかんで、いや俺マジで見たやねん、ちょマジでやっとあったわね、見せたらマイク終わりや、終わりや、もう見せない。待て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 、マジで見せて、マジで見せて、いや綺麗、マジで、おう、いや見た見た見た、もう終わり、もう終わり、俺初やで、いや見せて見せて、お願い、いやお前マジでマジで、もう写真タイム終了や、いやお願い、お願い、ちょマジマジ見たい、じゃ早く、いや早う、俺見たい、綺麗綺麗、写真タイム綺麗やったよ、やっぱりマジで、いや見せて、いやマジで見せて、終わったって、いや終わったからしゃあない、終わったから終わったって、いや8秒って決められてないから、俺はもう彼女さんブスって言いふらすで、ほんなお前マジで嫌やろ、嫌やろ、そんな、いや、綺麗やのにブス言われて嫌やろ、いや、ちょっと待って、マジでマジで清楚っていう感じやな、あの感じなんや、マジで見せて、俺めっちゃ楽しみにしてきたのに今日お前見れる思って、いや、ほんまに何したいって言うて、すぐ言うたもん、奥さんの写真見たいですって、いや、マジで、奥さん幸せ？奥さん幸せ？いや、まあ、でも多分そうやと思う。ジュニアと一つやんの下に行かせて、わからんな、全くこれ想像つかんどうね、やっぱ大喜利とか振るの奥さんに大喜利的なことやで、そんな
あからさまな大喜利じゃないけど。じゃないけど、いや、なんかそのそれこそ甥っ子にお年玉やるっつって、うん、な、こうポチ袋買ってくるやん、うん、はいはいはい、まあ、それが犬やって、うん、いやもう、干支があるから牛年やんとか、それな、え、これなんでこれ犬買うのとかは、ほんなら、奥さんのこと、なんかそういうの好きだよねうわやっぱ言う、作ってくるよね、だるそっからいかへんねん、もうブロックしてだるいな、それ。いやいや、え、チューとかすんの、チュー、チュー、いや、え、チューとかすんの、いや、メレンゲの気持ち聞くんじゃないんだよいや、ある番組終わっちゃうから終わるからね、メレンゲの魂をつ俺が聞けたんだよ歪んで親名前なんでメレンゲのお前逆が湯葉みたいな感じになる。親玉ってないの、親玉って。そうなんや。その家族でどっか行ったりしてる？あ、行くよ。マジで、うん、アンパンマンミュージアム。マジで、まあ、3人で3人で。なんかいろんなとこに突っ込んでそうやな言葉には出せへんけど。いや、それはいいやん、 それはいいやこっちやったら絶対やそこには入ってこんといてよいろいろ突っ込んでると思うで、まあ、自由やからさ。よくさ、好きっていう気持ちもあってもさ、言わな伝わらないとか、うんうん、その愛してるよとか、うん、好きやねみたいな、こう言葉はやり取りするわけ。いや、そういうのはないね。向こうさんも、あの、結構その男っぽいというか、さらっとしてるというか、うちなんかはそのお父さんがこの重りつけて、妊婦のお母さんがどれだけ重たいかみたいな。ああ、はい、あるな。あるやん、はいはい、あんなもう一切絶対に来なくていい。それやったらよそでちゃんと仕事してくれてることが一番のことだってやと思いますみたいな感じやん。へ、はいはい、すごいやん。そうやねん、そういうの。だからそういうのはでも言葉に出してね、たまには言ってあげた方がいいと思うよ、うん、ああそう。俺言っててもこんななってるから。あかんやん、じゃあ言わんほうがええやん。ちょっとこう、ええ機会やから、あとちょっとなんかジュニアから藤原になんかアドバイス欲しい。あ、俺はほんまに、うん、思ってたよ、うん、原西、うん、マジでドラマやと思う、うん、ドラマ、うん、ドラマとか映画とかお芝居。ああ。絶対やったほうがいいと思う。な、え、年取ったらそれだけええ顔になるやん。うん、まあ確かにな、うん、やったらオファーがないからさ。いや、でもそれやる空気出してないからと思う。ほんで、原西がなんかめちゃめちゃ怖い殺人犯とか、うん、めちゃくちゃあると思う、うん、一発なんかドア開いたら、うん、立て続けないでいくと思う。うわぁ、これエアアドバイスもらったで。いや、まあでも、いや、ほんまにオファーがあれば全然やりますよ。50過ぎて栄光になっていく人と、はいはいはい、まあ、フジモンなんか若い時の方が多分、うん、若い時の方がピークやん。違う言い方考えた方がいいな。結局や、俺を落とすために話を埋めて。例えば両方すごい綺麗よ、石田ひかりさんも石田ゆり子さんも綺麗よ、はい、石田ひかりさんの方が若い時がこうすごいこう、はいはい、まあ、分かる分かる、うん、今でも綺麗けど、うん、でもゆり子さんは今こうすごいね、今ねタイプで言うと石田ゆり子や原西が初めて言われた。石田ゆり子や。石田ゆり子や。そんなこと言われることあったんや。かぶりタレント、かぶりタレントや。いいんじゃない。いや、マジで。なでも全然やらないわけじゃない。オファーあればやりますけどね。俺、やった方がいいと思うな。そうやわ、うん、やった方がいいよ、うん、なあ、うん、昔ゴンタクレっていうな、映画でな俺ら二人で千原兄弟の役やったもんな。なんで俺らが千原兄弟の役を。なんで同期のなんで同期の役を俺らが千川兄弟映画じゃないか、あれ。あれね、V シネかなんかや。 V シネかなんかなんですよ。ゴンタクレあった見てください。俺ジュニア、政治なんで、待って、千川兄弟の役をなんで断んのわけ分からへんねんけど。すごい役やったね、こいつの役。知ってる、見たことあるやろ。ジュニアの役でナイフで自分傷つけてこうやって出ていけ、俺の世界から出ていけって。なんで多分こんなこと言うたこともないやろうし。ないやろうしな。まあな、うん、ドラマやからこっちもね、まあ、まあ、まあ、誇張すると思うねんけど。わかりますけどもね。ねえ、うん、さあ、あと、はい、なんか何やろう。まあまあ、まあね、話からちょっとね、これ。いや、だからジュニアは、まあ、もうええねんけどな。まあ、A 先生とちょっと揉めたじゃないですか。
で、まあ、結局ジュニアは結構私より出してきてくれてたの今まで、うん、こんなことしたらええんちゃうかとか、うん、結局この仲たがいは全部木村がもう圧倒的に嫌がるっていうことがあったじゃないですか。いや、そうやろ。それをもうやっぱりもうジュニアしかないと思うねん。俺らは同期としては本当に一番仲良かった2人にこの頃のように戻ってほしい、うん、と思うけど、もう A 先生がもうそうじゃないねん、そっとしといてっていうことやったらもうそっちの方がええんかなって思う。マジで、いやまあな、いやマジで、いやそう思うよ俺も。俺はもうね、仲直りしたいってみたいな、仲直りっていうのもどんな何でこじれたかもう、もう一つよう分かってないとこもあんねん。始まるやろ、みんなそのずっとコンディションがいいわけじゃない。まあそれはそうやね。ちょっとこうスポットにハマってる時期にちょっとそんなことでって思うことかもわからんけど、当人にしたらうって思うことがあったんじゃない。あったやろな、うん、そのタイミングで。まあそうやね。ちょっとこうなんかちょっとしんどそうやなみたいな話聞いてて、はい、はい、聞いてた。ほんで結婚してさ、すごいこう絶頂やったのが、ほんいろいろ大変になって、ま、なってきたね。ほんのうっそみたいに A 先生がテンション上がってきた。ジュニアほんまかお前。でいろいろ大変やって、もう一番もう終わりの中でわーやってる時に A 先生がおはよう。嘘つけ。じゃあお前見たんかお前、それ見てないやろ。いいよねこいつ。 A 先生見たことないわ。そっちがってことない。後で聞いたら A 先生がプライベートで、まあ、結婚ね、そう 結婚、結婚して、そう、なんかやってくれだってな、数少ない同期、同期ほんま数少ない。俺とな、うん、バフォロ木村、うん、で誠治と名田木、うん、いやいや、それかも。大山秀夫大山秀夫はだって一般の人たちと NG やから。じゃあ大山嫌われてるだけやろ。ただそれお前。まあね、いやでもいつかさ、うん、もう数少ないほんまな。いやね、チャンスもおるし、チャンスもおるから、まあ、いつかさ俺もなんかねまたね、うん、ちょっとな、ほんまやで、みんなで飲みに行きたいな。もうこの年になってさ、よすごい思うのよ、年、うん、行けば行くほど、うん、まあほんまにそうやわ。それがさちょっとのさ歪みでさ、うん、もうやるやだ。ジュニアがそのキャンプバーベキューは開いてよ、八木のバーベキュー会はもう一回開いて、それええな、うん、でも俺もうったらどうかな、木村が笑顔でこう肉焼いてる姿見て俺笑えるかな。わだかまり、わだかまり。それほんまに俺招待状ガチで出して、うん、バーベキューやりましょうと、やりましょう、そらカメラ回して、うん、それはもうオファーはかけず招待状だけ渡して、うん、時間と場所だけ、うん、それでほんまに集まるか、うん、あそれやるわ。いやおもろいと思うけど、うん、これでやるわ。あいや全然やったら、ほんで俺テンション上げてきてさ、全然木村来へんかった。いやでもこういう機会を待ってたんやって思ってるかもよ。いやほんまに A 先生が黄色いつなぎで来たら、うん、もう2時間前から待ってるかもしれない。こうやってずっと。でもそれそのやりたいな。でも、うん、まあまあね、うん、なあ、あの企画で、あ、まあ、そういうことで、じゃあね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。藤原の YouTube の、はい、なんていうチャンネル、超合金をぜひ皆さんご覧ください。お願いします。お願いします。